呼んでみたいと思います。佐藤選手、栗山選手、篠原選手です。皆さん拍手でお迎えください。どうぞお願いします。よろしくお願いします。皆さん改めて拍手をお願いします。よろしくお願いします。それでは佐藤さん、お願いいたします。はい、こんにちは、佐藤栄一です。私は、栗山美空、篠原優衣選手ですね、呼んで3人で今回はトークショーということでさせていただきますが、実は座りましょう、はい、落ち着いてください。座ります。失礼します。僕に時間をいただいてたんですけれども、今回技術のことを話したりもしようかなと思ったんですけれども、それは今前の時間にチャンピオンの武田龍君しっかりやってくれたと思いますので、2人を呼んでですね、なぜ呼んだかというと、今年はですね、5月に立山の方にですね、ちょっと機会がありまして、撮影の機会ありまして、バックカントリーをしに行ってきました。その模様をですね、ちょっと一旦メンバーで、お話しさせていただければなと思いまして、2人を呼んだ次第であります。それでですね、まあ、今この題名を作っていただいたんですけど、好きってやっぱり丸まるよねと。ですので本当はここ技術戦よねという、入るのが僕らの普段のまあ、セオリーというかになるんですけど、ちょっと今日は違うお話をということで、していきたいと思います。あ、チャンピオン丸々読んでですね、ここはまあ後でまたあれですけど、実は2人はバックカントリー、まあ、僕もそうなんですけれども、普段はゲレンデで滑ることがもちろん多いです。リフトを使って整備された斜面を滑ることが多いんですけど、今回バックカントリーということで、今回2人初めて、しかも行くよって決まったのが1週間前、はい、ちょっとその辺も含めて話してもらおうかなと思います。ちょっとこれスライドショーみたいな形で作ってきましたので、それに寄っていきたいと思います。はい、では始まりました、立山。あ、紙芝居みたいな。グループ LINE のグループ作りましてですね、僕ら行くメンバーで、立山素人、素人立山へ素人軍団行こうみたいな感じになりまして、そんな感じなので、まず立山駅ね、富山側からも、立山は富山側からも長野側から大町側からも上がれるんですけど、僕らは今回立山側、富山側から上がりまして、まず駅についてですね、みんなで集まって、まず装備の確認ですよ。まずバックカントリーほぼ初めての2人、僕も去年立山に撮影で行って、それから2回目という感じなんで、まず段取りをしてというところでね、なんだっけ、まずビーコン、そうですね、まずビーコンとシール、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 その辺も必要になってくるんですよ。誰も持っていない。1週間前からメーカーの方にご協力いただきまして、持ってる方っていらっしゃるんですかね、ビーコン持ってる方。あ、これ持ってる人はやっぱり、ね、山に入る人は持ってると思うんですけど、す、ね、僕ら何も持ってない状態から、あ、なんでちょっと名前だけ聞いたことあったけど、イレギュラーなのは初めて見ました。スコップっていりますかみたいな感じからのスタートだったので、それでですね、駅に着きましたと。まあ、車降りた時にも、実は立山の場合はこうケーブルカーと、あ、うるさい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 、こんな放送が流れてる、はい、すいません。ケーブルカーと、バスと、バスと、ね、バスと乗り継いでいくんですけど、これ有名なやつですよね、これは有名な駅の大谷ですね、すごかった、
バスよりすごいはるか高いところですよね。これ映像よりもっと実際は高いですね、見た目は。なのでそこを通り抜けていくと立山のバスターミナルに着くんですけど、実はそこまではどんな装備で行きましたか？普通の半袖にズボン、ズボン、スニーカー。リクさんそうだったね。はい、になんかリュック担いで行きました。今ちょうど着きますね、これね。で全然楽な装備で、もう1時間ぐらいで上まで着いちゃうんです。多分ヒールでも行ける。まあ観光客の、ね、方がほとんどなので、スキーを持っている僕らは珍しいぐらいな感じで、少なかったですよね。それで行くんですけれども、着いたらもうすぐ こうだゲレンデというか、ゲレンデではない雪があるんで、でさっき見えたのが、着いたのがここの奥の建物で、もうちょっと歩くと山荘があるんでそこまで行くんですけども、この時もこの格好を見てもらえば分かるんですけど、立山の場合はT シャツの人もいれば、ウェアを着ている人もいる、ブーツも履いている人がいるんですけど、もう僕なんか、僕らウェア着ている人間はですね、荷物を少なくしたいんで、上がるときにもう車を降りたときにブーツもウェアも全部装備してリュック一つとスキーケースで上がるという形に、今回した人と、そうじゃない人荷物一緒に持って、T シャツ3本なので普通の格好で行きました。そんな感じで行きましたという感じです。それでいざ滑ると、装備してですね、なりました。まあ、もちろん今回は、撮影もあったんですけれども、ガイドの方も中西さんという方しっかりついていただいて、装備の確認をしてスタートという形で、行きました。カメラマンの木下さん、長谷川さん、そうですね、カメラマンお二人とガイドさんが右3人ですね。あと僕らです。でミク、映ってる山は、あれ、ここですか？小山じゃないですか？これ小山ですかね。あ、小山は多分この辺じゃない。あ、これ？これ小山でしょ。こっちじゃないかな。小山なんか。いや、あれ小山。違うかな。まあ何でもいいか。忘れちゃった。いろいろ教えていただくんですけど。ガイドさんが。富山出身。あ、小山高校なんです。ここの山の麓にずっと自転車で高校に通ってはいたんですけど、遠目からずっと見てた小山、初めて生小山っていうのかな。はい。滑らせていただきました。それで、はい、こういう風な感じで、綺麗。この下にあるのがさっき見た山荘ですね。こっちがバスターミナルになってますんで、まずね、登るところから、ね、まず初めてのシールの方たち、はい、だってこういう風に登るの初めての2人が、はい、なんせぎこちないっていう、はい、新鮮なもんですから、もう登るのが楽しいと、滑るために登るんですけど、すごい、いつもはこう滑ってる斜面をジグザグじゃなくてまっすぐ登れるんですね。結構このぐらいの感じで登っていくので、なんか不思議な感覚というか、急斜面は全然いいんですけど、なんか登っていくってなんか初体験ですよね。そう、忍者みたいな壁を登っていく感じで、ね、はい、すごい楽しかった、です。ドンと。実は今ここでリンクを貼ったんですけど、時間がないのでこれは皆さん後で見といてください。これ去年の立山の僕初めて、吉岡大輔さんと百瀬さんと坂本武さんと、同じ撮影舞台で行って、とんでもない天気でですね、去年は山一つ見れず帰ってきたのは僕です。でも今年は実は初めてなのに最高でした。もう曇りこういう状態です。雨とか降るんですかぐらい、3日間行って、全部快晴。さっき初日立山集合して上がってお昼ぐらいなんですよ。で3時ぐらいから滑り始めて、これは6時半とか、
夕日がちょっと曇ってたんですよね、初日は。この上にあるのは雲で、そう、ここが富山の、あの町で、あの田んぼがずっとあるんですけど、あの夕日が田んぼに照らされて、もうギラギラになんかダイヤモンドみたいな感じで、すごい、あの写真よりもあの実際見た方が何百倍も綺麗、ね、うん、そうですね、これ写真でこうなので、そうで、その奥に富山湾、そう、ここが全部富山湾なので、光が反射しているのは富山湾で、うん、雲がちょうどあって、そこに太陽が、雲と海の間にちょうど雲がないところがあってですね、そこへ太陽が落ちてきたらちょうど光がブワーッと入ってきて、すごいロケーションになった初日でしたね。最高でした。ちなみに去年は僕こんなのは一切見れてません、はい、初日から堪能しましたね、ラッキーでした。それでやっぱり夕日がすごく綺麗なんだなと、やっぱ立山では思って、普段ね、普通のゲレンデにいたらないですからね。そうですよね、夕日を見るっていう、この色の感じにはならないですかね。ならないですね、冬はパタゴニアカラーですね。あ、そうですね、それにちょっとまだ早かったかな。そう、はい、今ちょっと食べてるとこなんです、はい、じゃあ後でそれで、滑ってるのはこんな感じで斜面を滑ってるんですけど、もうみんな滑るために登るんじゃなくて、登るために滑ってるんじゃないかという初日でしたね。本当にそうでしたね。で、こう見るとここで結構撮影、同じ場所で1日目はしたんですけど、普通山の人こういうラインつけないんですよね。こんなに深くえぐるようなライン、これは技術点やっぱりどうしてもどうしてもこう鋭くいきたい僕らのあの滑りが出ちゃった。曲がりたくなっちゃうんです、はい、荒らしましたね、ひそつきたるエッジを入れすぎる、ね、いやでもどこ滑ってもいいっていうのがすごい最高でしたね、うん、そうですね。だから本当に、まあ、この最後ラインを見て、明日あそこを滑る人がいたらすごい邪魔なラインだよねみたいな、すごいコース荒らしちゃったなという感じで言ったんですけど、まあ、そんなことは関係なく広いんですけれども、そう、なんか雄大な景色見ながら、夕日見ながら綺麗だなあ、シャンもバームバームもすごいいいなっていう、なんかいろんな感情が入り混じって、もうずっと終始興奮しますよね。いや本当になんか普段技術戦でこう細かいとこやるじゃないですか、低速とか、どうしてそんな小さなことやってるんだろうって思うくらいすごかった、まあ、そうですね、それぐらいの体験が、うんうん、悩みが小さいなって思うくらい、なんかスキーの楽しさがまたなんか違ったような感じ、違いましたね、うん、そうですね。で結局初日は、まあ、みんな興奮してホテルじゃない、あの山荘の夕ご飯行ったのは7時過ぎで、もう食堂閉まりますよみたいな感じで、なんですけど、ギリギリまでずっと滑ってて、うん、もう写真も撮り、ね、ずっと撮っててという、なかなか帰ってこないんですよ、はい、でもまあそれぐらいのロケーションでしたね。それで、まあ、2日目、これ朝なんですけど、じゃ太陽ご来光じゃないですけど、朝日を見に行こうなんて言って、朝はちょっとまた5時ぐらいに登り始めて、ちょっと行ったところですけどね、30分ぐらい登って、で朝日を待って、うん、あれが大山だね。あ、そうですね、大山か、うん、あ、こう、そうですね、ここだ。もうみんな写真を撮るので、もう本当に観光客かっていう、もう観光客でしたでしたけど、でした、はい、こんな感じで、もう、うん、問題のシーンですか、ね、いや、問題は一応流しますが、でもこれ、はい、ちょっとピント合ってないんでちょうどいいと思いますけど、ああよかった、これ3人でちょうど朝1本だけこう降りてくるとき滑ったんですけど、前の日のね、あの夕方気持ちよく滑れたのとはもう全く違う状況、カッチカチガッチガチガッチガチ、普通に滑ってるに見えるじゃないですか、テロってます、もう相当もう早く食いしばってみんな滑ってますからね、もうなんか滑ってる間ずっとこれぐらいのバウンドをしながら滑るぐらい、もう雪がこう尖ったのが固まってるんです ね、朝 の、 この早い時間だと、これでもうマックススピードです、ね、これ以上スピード出せません、めちゃめちゃ遅いように見えるけど、なので、まあ、アドバイスするとすれば、朝滑る場合は技術戦で僕ら使ってるようなスキーを持っていかないと勝負にならないです。パウダー用とか太いスキーだとちょっと難しい部分が出てきます、ね、
皆さん2台持っていくといいかなというのが感じられましたけど、まあ、でも今ぐらいのところだと30分ぐらいで登れるので、あのヒールとかつけないで、ついでね、担いで登るのも全然いけるなと思いました、うんうん、だから最初ね、あの道具とかすごい揃えるのが大変なんですけど、まあ、でも意外となくてもいけるなっていうのはちょっと今回感じました ね、 そうですね、近いとこでねやってる分には、うんうん、そうですね、もっともっと上とか行くとやっぱシールとかがないと、うん、その歩くのが辛かったりするので、うん、まあ、そういう準備は必要かなと思いますけど、うん、意外とラフな気持ちでその立山に挑戦できるなっていうのをすごい今回感じましたね、はい、うんうんうん、はい、まあ、ビーコンだけ、ビーコンと、まあ、はい、装備だけはしてやっぱ知識ある人と行っていただくのはそれはもうガイドさんで、ね、マストになるかなと思うんですけど、 それでこれ綺麗な今映像流れてますけど、ちょうど山荘からもこれは浄土山ですかね、浄土山ですね、のところを撮ってもらってるんですけど、うん、これはあのたまたま栗山美久の旦那さん栗山ひろきさんが撮っていただいたんですけど、なんで滑ってないんだってなるんですけど、それはちょっとからくりがありましてね、はい、午前中撮影舞台に回ったんですけど、いろいろそう、はい、面白い、後でまた喋ります。これタイムラプスじゃなくてね、実はこれ、ね、流すとねちっちゃいんですけど、僕らここ滑ってるのが滑ってるラインがつくんですよ。皆さん見えないですね、申し訳ないです。はい、ずっと撮ってる、何時間ぐらい撮ってるんだろうねっていう感じでした。あ、来ました、問題のシーン、ここです。これ初日の実は最後終わってから僕携帯でこうただ撮ってるだけなんですけど、今一人滑ってきますからね、ちょっと僕らの滑りと違う滑りをしてくるからがいいです。これ全力の滑り、これ全力です。あれデモンストレーターでしたよ。そうですね、なぜかというと装備を間違えてしまいまして。私たちは普通の、 あの山用のファットスキー履いてるんですけど、あの旦那だけあのクロスカントリーの板みたいな、すごいこれぐらい細いので来て、まあ、歩く方すごい、重視して、持っていったらまさか結構滑れるっていうことに上に行ってから気づいて、でこの時間すごい雪が硬いので、でもう持ってるのはクロスカントリーみたいな歩く用だから、もう板がドルドルドルとこう流れるんですね。そうね、そうするとこれもうクラストし始めて冷えてきた時間帯ですからね、あの究極のホッケ姿勢ホッケ姿勢で、まあ、上手ですけどね、はい、あのスキー履いてたら。それでまあこれじゃあちょっと2日目滑れないぞということでですね、実は今これあだいぶね、これもう2日目の中盤ですけど、もう復帰してますけど、朝一でバス乗って降りて駅まで駅、まあ、ケーブルカー乗って降りて駐車場行ってスキーをまた取りにそう、6000円かかってます。1時間半かけて板を取りに行ったんです。往復してきたという、それでやっと僕らの舞台に混ざれたという、はい、昼過ぎから合流して、これはもうあの普通のファットスキー、はい、一応2台持ってきてたので、なぜそれを選択したんですかね。なぜかクロスカントリーの方を持ってきてあったのに。なのでさっきのこう雲が流れてる映像はスキーを撮ってきて山荘で僕らを一生懸命遠くから撮ってる映像がたまたまいいのが撮れたということでですね、うん、カメラマンに徹してくれてたんです、ね、はい、そうなんです、そういうからくりがあったんですけど、おかげさまでいい映像撮っていただいて、はい、いい、はい、まあ2日目はもう慣れたもんで皆さんこうシール貼ったり、うん、ね、もう結構これ急斜面なところですけどシールで上がっていくんですけど、直通できないところもあるんでこうジグザグに行くんですけど、うん、僕らも、ね、初めての人は分かんないんですけどキックターンっていうのをしなきゃいけなくてこうジグザグに回るとき大変なんですよ、歩いてて急斜面でこう、うん、方向転換をするので、でテレマークのこういうかかとが上がるようなやつだからこうなんかスキーがついてこないんですよね。ついてこないんです。な回る時かかとがないっていうかかとが下がっちゃってビロンってなるんで、うん、難しい、うん、引っかかっちゃうんですよ雪にかかとが。そう、でそれをまず習得しなきゃこう急斜面登っていけない、うん、本当の急斜面だったらさっきみたいにこうハイクで
登んなきゃいけないんですけども、まあね、やったことある人はもちろんそんなの知ってるって言われるんですけど、何せ初めてですから、そういうのも新鮮だと。できずに、これからもし行かれる方がいたら、まあそういうのも、あそこで喋ってたなというのはこれからなんて、これがきっかけ、これかという感じになると思います。最後まで習得できなかったかもしれない。できずに終わりました。それで2日目また夕日がの時間になってきて、逆に日が高い時はお休みさせていただいて、僕らお昼寝したりして、2時間ぐらいですかね、休んでね、休んでまた夕日に目がけて上がって、3時ぐらいからまた登り出して、ま2日目はもう雲一つない天気で、素晴らしい、持ってましたね、持ってました、はい、もうこういう感じで最高なですね、いい絵ですね。どん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 、そして色が濃くなっていくんですよ、時間とともに。これですね、綺麗。そう、後ろのこれ太陽、赤いの太陽ですけど、最後沈むときは真っ赤になって、沈んで、まあ、写真でこれなんですけど、僕ら今頭の中であの映像がバッと浮かぶので100倍すごいです。このいや、もう1回は本当に見ていただきたいなって思います、はい、本当に、うん、これ2日間見れたから多分すごいラッキーだったと思うんですけど、ね、まあ、前回ははい、真っ白、太陽が見えませんでした。私山すら見えなかった、山がちょっと見えたかなというぐらいで、天気悪い日もありますし、うんうん、ね、こういう風に、いや、すごいんです本当、まあ、今回これ実は我々の携帯 iPhone だとかで撮っている写真なので、うん、もちろんプロカメラマンがもっとすごい写真を持って、うん、それは今後いろいろなところに、で使っていただける、スキーグラフィックさんなんかもページをいただいたなんて言ってましたんで、また楽しみにしておいてもらいたいんですけど、雑誌とか YouTube とかね、ほら、うん、来ましたよ、すごい、おー綺麗、この辺で言った方がいいんです、さっき、うん、これちょっと後ろのこの色が、ね、どっかで見たことあるカラーだなーと思ってたんですけど、来てる人いないかな。どっかのメーカーの山メーカーでちょっとこういうのないですかね。来てる人いなかった。あのパタゴニアご存知ですか。パタゴニアのあの後ろロゴのカラーって思い切りこのカラーなんだなと思って、そこでみんなで、あ、パタゴニアだ、パタゴニアだなんつって、そうなんですよね、そんなこと言ってましたね。そしたら綺麗、帰りにもう言っちゃうとやっぱりそうなんですよ。なのでバスターミナルのお土産売り場にパタゴニアって文字が立山って書いた、もうこれパクったんじゃねえかっていう、これいいのかというのをグッズがいろいろ売ってまして、はい、僕らの言ってたことは間違ってなかったんだなと、やっぱりねって言って合ってた、そう、これですね、もう綺麗、こんな感じに、7時ぐらいですかね、これも7時ですね、7時か7時半、うん、それこそ2日目もご飯、僕ね先入っちゃったんですよ、終わって、これ山荘の目の前だね、目の前、なかなか来ないなと思ったら、もっと今日はやばかったですよってこの写真を見せられてパタゴニアですね、ね、うん、まあ、今回5名で、はい、僕ら3人と、ね、栗山ひろきさんと岡田誠で行ってきまして、もう滑れるようになったから嬉しそうだ、嬉しそう。まあ、あとはカメラマンの、これが僕らチームですけど、今回の、うん、撮影隊ですけど、ここのシュプールは私たちのシュプールですね、全部。そうですね。ここをもう何回も何回も登って降りて登って降りて、だいたい 2、30分ぐらいですかね、ね、ここで。うん、意外と辛かったけど、うん、結構急でね、ぜいぜい言いながら、うん、あの行きましたけど。あれ浄土さんの麓は結構急なんですよ。うん、最初ね、かなり急で。ここすごい急なんです。うん、見てる以上に急だったんで、うん、結構スピードも出て。あれなんですけど、でもやっぱり、まあ、あれみんなアスリートだから、そうですね、全然みんな疲れないっていうか、もう着いたらよし行こうみたいな、早いですよね、よしじゃあ登ろうっていう感じで、もうぐる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 結構いっぱい滑れましたね。そうですね。あと、まあ、昨日ちょうど山木さんって、ね、プロのバックカントリーの方話してるの聞いてたんですけど、やっぱり皆さん登るのはできても滑る降りてこなきゃダメなんで、そっちの技術がないと
いけないですが、ゲレンデもしっかり行って練習してくださいと言っちゃいましたので、僕らたまたま、まあ滑る技術はねありますから、たまたまというか、登れさえすれば降りてこれるんだけども、その辺があまりスキーの技術を身につけてやっぱ上がって、それで滑ってくるとやっぱりどんな斜面も楽しいかなと思いますので、そうですね、まあ、でも夕日がねパッて見えたところは結構近いところで ね、うん、そうですね、スキー持ってなくても、うん、一泊旅行で行けてもあの夕日は実は見れますので、うん、本当に天気が良ければ、ぜひ旅行で行っていただきたいです。晴れてる時狙って、はい、ちゃんとお風呂もありますしね。そう、お風呂も Wi-Fi もついてるし、Wi-Fi もついてる。もう山小屋じゃないですし、はい、あ、もう本当普通のホテルでした。普通の、はい、お菓子もいっぱい売ってるし、ね、普通でしたね。アイスも売ってます。快適そのものでした。そんな感じで、まあ、はい、今回は立山行った広告じゃないですけど。まあ、僕らがテンション高めに行ってきたんで、皆さんにこれはちょっとお見せたいなと思いまして、こんな形でトークショーさせていただいたんですけれども、実はですね、もうこのムービーの方、カメラマンさんがスチールの方ですね、静止画の方とムービーの方のカメラマンさん両方行っていただいて、もうムービーの方は実は作品を作っていただいております。7分ぐらいの、これ QR コード取れますので、そこから後で撮っていただければすぐ飛びますんで。ただね、あまり去年の映像もあります。まだチャンネル登録者が26名、26人、はい、あまり公開してなくて、多分ここで50人ぐらいにはなると思います。なるかな、はい、100人ぐらい。別にこう何か商売とかするでも全くなくて、うん、僕らのために作っていただいている、うん、ただただ綺麗な映像となんで、皆さんに見ていただきたいということで、善意で作っていただいてますんで、ぜひ見ていただければ、はい、滑りの方は今日は静止画ばっかりでしたけどね、滑りの方もっと迫力あるものもありますし、動画でね、しっかりと見ていただければと思います、はい、では、はい、ちょうどさすが、はい、ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。あ、QR コードの方もぜひぜひ ね呼び込んで、この画面しばらく出しておきますので、はい、はい、この後もぜひ呼び込んでいってくださいね。チャンネル登録数これでググッと、上がるのかな。上がるはずです。皆さんのお力で。立山、はい、立山の3本の動画しかまだ上がってませんので、なかなかもう、見て、はい、それで満足すると思います。はい、ありがとうございます。技術戦でね、ご活躍されているお三方の、また違った面が今日のトークで見られたんじゃないかなと思います。かなりトンチンカンなトラブルもありつつの。そうですね、はい、いろいろありました。スナック事件もありましたね。言い忘れたけど。あ、そうだ、スナックで上がってから。そうそう、あ、そういうの忘れた ね、そうなんですよ。そうなんですよ。いや、まあまあ、撮影で行ってるんでやっぱり写真映え したらいいじゃないですか。しないといけないんですけど、まあ、ザックというかバックパックですね、栗山美久さんみたいにブーツの入る四角い、ブーツバッグみたいなので行っちゃうと、はい、カメラマンさんが撮るとなんかおかしい絵にならないんだよなってなるんで、はなんか長いかなって言われてたら、そう、ただの技術戦の練習をして帰ってく人みたいな。ただの練習帰りの人が滑ってるみたいになっちゃうんで、よくね、スキー場帰りの時よく見かける感じになるので、やっぱり山行く時はちゃんと山用のバッグを背負った方がなんかこう絵になるなっていう雰囲気が出るより、まあ、楽ですしね。そうです。あ、全然ガイドのガイドのバッグを借りて、そうなんです。最後はガイドさんの山用のバッグを担いで撮りましたけども、でもやっぱり方が体にフィットして、あと板もつけられるというか乗せられるし、全然ちゃんと山用のじゃないとダメなんだなって今回学びました。ありがとうございます。あとでももう一個あるよね。何でしたっけ。山用のブーツって それでまあバックルを締めて、でウォークモードってあるのをご存知ですか。今もいろんなメーカーさんで出してるんですけど、はい、普通に滑る用の時はこうやってカチッとこうなって、でウォークモードにするとグニャってこれぐらいこう
動くようになるブーツがあるんですけど、H さんそれを履いていたんですね、まあ、皆さん履いてたんですけど、はい、でガイドさんが何回もそのウォークモードをちゃんと一回スキー用にしてから出てくださいって結構言ってたんですけど、はい、2回ぐらいウォークモード、はい、私結構常習犯でありましてまたちょっと戻すんですけど膝を一回入れないとロックがかかんないので、戻したつもり、まあ、戻さない時もあったんですけどそれはすごい危ないですから皆さん気をつけてください。滑り始めると全然トップがこうわかります？やってみちゃダメなんですけど大変なことになりますけど2回目ぐらいになると慣れてきてやべえこれやっちゃったと思って自分で一生懸命こう前に乗るそう滑ってるとわかんないんです、はい、うますぎて全然普通にグニョングニョンでも滑るんですけど本当にでもなんかふとした時にグニョンみたいな感じにやったなっつってねあれは絶対ウォークモードにしてるなさては一応ね2回はありましたそう2回はあった、うん、撮影してるわけですよいい滑りしなきゃいけないのにでもう1回ってわけにいかないじゃないですかリフトないんだから30分歩いてその1本に結構かけてるんだけど、ね、たまにやっちゃうやつねそう台無しにしちゃう、はい、それ気をつけてください立山って下地が硬いからその柔らかいブーツ、まあ、歩くときは柔らかいブーツの方がもちろん楽だと思うんですけど滑ること考えると割としっかりとしたブーツの方が滑りやすいんだなっていうのもはい、経験もね、うん、ウォークモードで行ったんですけどいつも私ブーツサロモンさんの130っていうブーツを使ってるんですけどあのウォークモードの時は110のブーツだったんですけどやっぱりこう足元が安定しなくてすごいちょっと苦労しましたねもうやっぱり選手だから、はい、選手はどうしても肩にキレを求めあの山でキレを求めちゃうんですか、はい、なんかキレないなみたいなちょっとふわふわしてるなってずっと言ってたねエッジングしづらいななんてねダメですね、私たちが見たらすごい滑りだなって思うんでしょうけどやっぱりねそこはこだわりが、まあ、どっちをね楽を選ぶか滑りを選ぶかどっちかです、ね、やっぱ滑りを選びたい滑りを選びたいちょっと苦労しても滑りを選びたい、うん、やっぱ気持ちよくその一本決めたい感じ、うん、そうですね、まあ、いや本当楽しい、うん、いや本当になので楽しい旅楽しかったし、まあ、僕らも本当にね最終的にゲレンデで、ね、たくさん滑ってはいるけれどもこういう機会に恵まれて、行ってきてすごいいい体験ができたので、まあ、ぜひ皆さんもということで、ちょっと、まあ、無理はしちゃいけない、ジャンルではあるんですけども慣れた方とね、はい、そうですねなんかチャレンジしてもらいたい人生観変わりますスキー観変わります、はい、ということで変わりますね、ご紹介までにさせていただきました、はい、誘っていただいてよかったです、はい、ありがとうございましたこれだけね雪山にもう毎日いるような方々でも人生観が変わるやっててよかったなと思いましたねなんかこのために練習してたのかなと思いました、ね、本当ですか多分これに取りつかれると海外行って山登ってた山木さんたちみたいになっていくんだろうけれどもなんかわかる気がしますあ次ああいうとこ行ってみたいなとか、まあ、扉開いちゃったなみたいなその後ネットでいろいろ見ちゃいました、ね、こういうとこ登るんだとか結構全然そこにはすごい世界が広がってるので、はい、全部道具揃えますねこれはね揃っちゃうねもう来年どうするなんていう話が入ってました、ね、今から今もうチェックしてます、まあまあ、そうですね僕ら実はここでこんなふうに喋ってますけど結構素人なんで道具とかに関しては、はい、もっとプロの方が今回に会場にはたくさんいますんで、はい、ぜひそちらに行って興味ある方はお話を聞いてもらえればなと思います。はい、はい、皆さんブースの方もね、うん、ぜひこの後も回られてください、はい、そしてこの QR コードぜひ ね、 あそうですね、はい、読み込んで、はい、チャンネル登録をお願いいたします。もうちょっとで50人にはなると思います。いやいやもう本当多分ね、40人ぐらいはいらっしゃる。カメラマンの長谷川さんがびっくりしました。いきなり増えたのにご協力をぜひお願いします。はい、はい、長い時間ありがとうございました。皆さん拍手でお送りください。佐藤英一選手、栗山美樹選手、篠原優選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。